はい、刑務所の中とかで、はい、刑務作業ってあるじゃないですか。ありますね。あれってやっぱり自分ではやっぱ選べないものなんですか。ああ、選べないです。中に入ると、まず投稿で、まあ、裁判で、判決で有罪になるでしょ。それで、結局赤打ちって言って、刑務所、どこの刑務所行くかっていう出向部屋行くんだけど、その中で、まずみんな最初に投稿濃すぎだと、みんな袋張りやりますね。薬のっていうか、ほら、みんな百貨店とかで、紐ついてる大きい袋あるじゃないですか、紙の。ああいうのを、乗り付けて、貼り付けて作っていくんですよ。結構、有名どこの大百貨店の袋とか結構作ってましたよ。あ、そうです。はい。それと、あと、まあ、例えば、先輩も中の水事でしたっけ、食事。そうですね、水事にいました。水事で、自分一番最初川越刑務所に入った時に、刑務所なんて誰も入りたくないから、俺はいかにそのなんだろう、シャバに早く出れるかっていう入ってる仲間同士の話したら、なんか水上だと、水事人より早く起きて人が仕事終わってもまだ自分ら後片付けとかあるから、そういう水上みたいな水事の工場行くと彼氏君はいいって聞いたから、もう川越刑務所で水上を希望しましたね。結局川越刑務所の水上って何だろう、いじめと、仕事がきついっていう有名で、みんな先を拒否しちゃうんですよ。あえてそうやって水上を希望していく人間ほぼほぼいないんですよ。だから俺が珍しいっていうか、まあ川越の水上だと、まあ、初犯でもあるしね。この人間がある程度こう身分証でこの人間がどういう人間か分かるけど、ヤクザじゃないければ大体こう川越刑務所ってみんな水上希望すれば入ります。であと刑務所行くとある程度自分がこう希望する業種っていうのあるけど、あるっつっても刑務所の中でほら仕事の業種なんて決まってるから、エージェントとか、例えばエージェントって言ったらもう左官的な設備屋みたいな人間がエージェント行くんですよ。あとこうそうですね、あとこういろんなのありますよ、なんだこうミシン工場とか、あとなんだか内装って言ったら刑務所の内容全部きれいに清掃するやつね。それはある程度希望できますけど、自分で行きたいところに、ほぼほぼ行けないってやつね。だから自分水上行った時に結構なんだろう、そういういじめとか聞いてて、いやマジかいじめあんのかなと思った、喧嘩になるかなと思ったけど、ありがたいことに、まだ当時俺二十歳なんだけど、ドラゴンはもうみんなほぼほぼ知っててくれてて、今みたいにそんなこう川越少年刑務所って25歳までの若い子だから、そういう特に川越刑務所って初犯刑務所でそんなヤクザ者いないから、市場で何だか何か知んないけどこう古い班長に最初から可愛がられたのね。でも川越の刑務所って何だろう、この水上は忙しいのに、でみんなピリピリしてんのよ。であとああいう初犯刑務所って一日でも早く入った人間はなんかえばってるっていうか態度がみんな大変するんだよ。もうなんか先に入った者勝ちじゃないけど、そういう年功序列強いよ。先に入った者がもうなんか一日でも早く川越のその水上に入った人間の方が後から新しく入ってきた人間よりも偉い的な雰囲気があったのよ。でさらだから、みんなこうさらし事ってなってこう下げられたこの食器類を小分けして洗ってるところにいろいろとやるんですけど、その台車があるんですよ。台車ってほんとこうちょうどねこう足首ぐらいの高さで、気をつけないとみんな本当は足切れつけ切っちゃうんですよ。でもその中でムカつくその新入りがいたら、みんなその台車をこう台車って大声言ってパーンって思いっきり気にならないやつの足にぶつけたりとか、そういうのすごかったですからね。特に川越はいじめは俺は経験してないけど、シャボを帰るとトイレ行くでしょ。これ一番新しく、後から入ってきた人間って、こう、多分、シャボに6人いたら、正面にしよう、台にしよう、とにかく川越の水上は、シャボで台をしちゃいけないんですよ。いや、臭いから。だから、
うんこはあの昼工場で休み時間に工場 あのトイレでみんな済ませなきゃいけないんですよ。でもショーの方も行きたかったらあのまず、一番下から聞いて、あ、一番上から聞いてくんですよ。何々さんトイレよろしいでしょうか、何々さんトイレよろしいでしょうか。6人部屋だから5人がいいよって言わなきゃトイレ行けないんですよ。であとあのおならもそうですけど、ブッておまず出ちゃったらもう何々さんおなら失礼しました、何々さんおならすみませんでしたって言わなきゃいけないんですよ。そうじゃないとそれがあの広まって、はつかれたりいじめられたりするんですよ。特に、ほら自分の棒で俺より後に入ってきたすごく太ってるやついるんですけど、この人間が多分シャバだとあの朝と夕って必ずこうご飯食べた後に台すると思うんですよ。で来てはその翌日も朝みんな一番偉い人から歯磨いて、でその順番に磨いていくんだけど、そいつはトイレ行きたいって言うんですよ。でみんなダメって言うんだけど、もう泣いちゃってトイレもう泣くとほら親父にバレちゃうと結局みんな取り締まりになっちゃうから、もう行けよって、もうそこからね約3ヶ月間ずっといじめられてましたね。もう特にその一番偉いの人のあの一番古い偉いっていうか古いやつのね隣に座ってたんだけど、ちょっと毛深かった、毛深いんだけど、もう暇さあればそいつの毛むしってたよ。そういうのはいっぱいありますよ。だから中でいじめられるとかっていうのは、その部屋の中の、まあ、そういう自分たちのルールをちゃんと守らなかったりする。そうですそうです、そういう体調になっちゃう。そうですね、結局なんだろう、この刑務所はみんないじめって、あとなんだろう、このいじめっていうのは結局まずいじめられるタイプ、はつかれるタイプって、中にいてもなんだろう、もう常にペコペコしてるやつが結構いじめられやすい。大体こう、まあ、あのみんなこう学校とか経験してきてるから、どういう子がいじめられるとか、どういう子をいじめられないか大体わかるじゃないですか。まあ、大人になってもそういう世界だから、結局みんなこう徐々に生きてる年数は重ねていくけど、根本的にのみんなあのなんだろう、大年数を重ねれば重ねるほど自分という人間がを演じれるようになるから、根本的なこの子供の姿勢があの変わってないと思うんですよ。だから男の子っていくつになっても子供じゃないですか。だからああやって自由束縛されてる世界行くと、みんなクソガキに戻るし、本当お菓子1個でおかず例えばちょっと俺の方が少ないって喧嘩になっちゃうからね。そんな世界だから、だからいじめられる人間もおのずとやっぱこうなんだろう、こうやっぱ器量がない人間、器量がない人間っていうのは、要するにこう初犯刑務所だと、まあ、元々会ってきた人間のこの人を立て方とか、人のこうごまのすり方を上手い人間はダメですね。あとこうなんだろう、明らかにこうこの工場で偉い人にごますってる人間は全員にはつかれますよ。だから世渡り上手の人間じゃなきゃダメですね。ほらいくらシャバで、喧嘩百戦錬磨の人間でも、中でほら所詮喧嘩できないから、喧嘩できるさ、人を殴った瞬間に警備隊がすっ飛んできて、何にもこう喧嘩っていう前にただこう飛ばれた人間も殴った人間も刑務官に連行されて取り調べを受けて、2人とも懲罰になるんですよ。懲罰になるともうほぼほぼその工場に戻ってくれないから、要するにだから中でよくこうみんなこうなんだろう、テボトンというか、まあ北朝鮮のね、ああいうのをこう自分らで買うんですよ。結局あの野郎ムカつくなとって言うと、自分が飼ってるその弾頭をお前明日飛べって言って、その人間はうらっていきなりこう相手をぶん殴るから、ぶん殴った瞬間親父たち非常ベルを押すから、そうすると警備隊がすっ飛んできて全員を押さえつけられて終わりですよ。だからそのムカつく人間はそれでもうこっちはそのテボドンを使って飛ばして、それでもういなくなっちゃうから、だからそういう人間、まあそういう派閥だから、なんだ中で結構こう不良関係はみんな派閥あるんですけど、俺そういうの大嫌いだったから、
派閥も作んないで、もう己は己って言って、あの人をいじめたりもしないし、いじめられるよ、られないように自分でうまくやってたし、誰も俺は気にしなかったですね。だからこの派閥に入るとか、あそこの派閥に入るとか全然気にしなかったですね。なんだかんだ言ってね、結構俺おしゃべりが好きなのかもしれない。